まさに走るホテル、サンライズエクスプレス。現在唯一の定期運行する夜行列車に出雲市から東京までの上りを乗車してきました。月見酒に夜の車両基地、そして朝日、寝台列車ならではの旅へ出発進行。桃の乗り鉄日記。うわ、何度見てもこれかっこいい構えですよね。本日は出雲市に来ています。出雲市からの帰りといえばやっぱりこちらですよね。2番乗りはご注意ください。寝台特急サンライズ出雲東京行きを到着いたします。夕闇を切り裂くようにやってきたのは寝台特急のサンライズ出雲。今や日本で唯一の定期運行している寝台特急です。今回は出雲市駅から東京駅に向かう上り列車に乗車いたしました。危ないですから黄色い展示ブロックまでお下がりください。先で273系の新型夜行に乗った後はこちらサンライズエクスプレスに乗って帰ります。いや、あっという間に、発車なので急ぎます。優先から発車までは10分弱とあっという間。今回私は1号車。今回乗車したのは下段のシングル。サンライズで一番多い個室です。寝台料金は7700円。狭いけれど設備は整っています。さすが満席。出雲市の時点でもうシャワーカードは売り切れです。シャワー室を利用するためのカードは出雲市駅でもう売り切れでした。出雲市を出発です。帰ると東京。夜の街を出発進行。それでは今日のお宿元井シングルをご紹介。個室にはナンバーキーがついており、自分の好きな番号で鍵をかけられます。もちろん中からも鍵をかけられます。なかなかないと思いますが、室外から鍵をかけられても中から開けられます。コンセントもあります。結構古い車両だと思うとこの時からコンセントあったのすごいよね。そしてもちろん車内は禁煙。ここに様々な機器があるんですが、もうねちょっとサービス終了してしまったんですが、 NHKFM のラジオが前は聞けていました。そして乗車も室内と、そしてヒーターもねオンオフここでできます。今結構私暑いのでオフにしました。アラームと時計もついています。まさに走るホテルなのです。ちなみに車内には嬉しいスリッパもあります。ありがたいよね。と部屋着、後でこれに着替えます。というわけでですね、本日はサンライズ出雲になっております。今回乗車したのはシングルでございます。1号車の2番、下段の一番後ろですねに乗っております。イエーイ。の1ヶ月前の十字打ちで並んだんですが、まあ、サンライズだしと思ってちょっとね、その日私自分のファンツアーがあったんで9時45分ぐらいに緑の窓口行ったら、まあ、前に急に並んでいたという状態でもあったんですが、それでも10時10分でね、その時点でもうこのシングル1席1号車2番個室シングル個室しかないと言われて、もうそれでお願いしますってパシッとお願いしました。ただね、やっぱさっきちょっと見たんですけど、やっぱね直前で出す人がいたのか、伸び伸び座席は三角ついてましたね。うん、そうやってもしあれでも他のルートも用意できるんだったら、直前にね何度も何度も見てみることやっぱりサンライズおすすめだなと思っております。でもやっぱさっき車内放送になりましたが、本日も満室だそうです。まあせっかくね個室なんで、このサンライズで楽しみながらがっつり癒されようと思います。まずはご飯とお酒を買い込んだんですありがとうございます。いえいえ。
今日満室なんですか？そうです、今日も満室になってますね。やはりありがとうございます。ありがとうございます。本日のラインナップはこちらです。お酒はね、飲みきれるものを買おうということでね、はい、弱め日本酒、ハイボール、ロングとね揃えております。そう、もちろんチェイサーもね。このサンライズは車内で自動販売機があるので、あのソフトドリンクは買うことができます。なのでお水を足すこともできます。はい、そしてですね、ゲットした一番こちら、カニ寿司です。前回の反省を踏まえて、事前に予約をしておきました。チャラララララ、うまいこと場違いなし、カニ寿司片手じゃ出せない。中身はこんな感じです。カニが贅沢にふんだんに入っていますよ。おいしそう。まずはやっぱりカニさんにはこっからかな、出雲富士をいただこうと思います。無事開きました。まずは乾杯。出雲富士、島根の清酒でございます。手作りですけん、手作りじゃけん、じゃけじゃ、手作りですけん。いや、一応ね、ここね、あのドリンクホルダーもあるんですよ。3階でね、そこに置きましょう。揺れがね、多少あるんで。さあさあさあ、いただきますよ、カニカニ。シンプルにカニのちらし寿司、紅のズワイカニ、早速いただこうと思います。こちら、カニ、贅沢ですよ。いただきます。うまっ。しっかりね、お酢で味がついているんで、ね、それにカニ本来のうまみがキュッとマッチしてますね。うんうん、お米もうまい。からも日本酒。疲れが癒えますわ。ちなみにこちらがドリンクホルダーでございます。最初はですね、紙コップがあるんですけれども、まあこうやってね、お酒がこぼれないようにすることもできます。そこそこね、この水見れば分かり、そこそこ揺れるんで、はい。夜の街並みをサンライズエクスプレスが駆け抜けていきます。朝出発した米子駅です。車両基地は反対側だったか。この下の部分ってさ、こうなんかこっそり覗き見してるみたいな、なんかちょっとこう悪いことしてるみたいな気分にいつもなっちゃうんだけど。やっぱりここに並んでる人、皆さんサンライズですね。上の方が絶対眺望はいいけど、ここからの視点でね、見ることなかなかないですよね。米子にお別れです。あ、手振ってくれてた。夜の街を走っていきます。でも時刻はまだ8時です。8時ですけども、真っ暗ですね。寝台列車のいいとこって、まあ、特に個室の場合はこうして部屋を真っ暗にして、夜の車窓をこんな大きい窓で楽しむことができるんですよね。それとともに飲むお酒が美味しいこと、今めっちゃ幸せ。わっ、お月様が見えてる。今日満月だ。この幸せを残したくて明かりをつけました。月見酒ですよ、最高。福美仙台に入っております。うっすらと霞がかかった山々は貫禄がありました。何度通っても夜の雰囲気は違うよね。真っ暗な夜の福美仙を走っていきます。まあ暗闇の白尾線の中を走っていたんですけれども、あ、もちろんね、時折お家だったりとか、そういう人工物も見えたんですが、それはそれでね、なんだか
今しか見れないこう存在感のある車窓だったんですが、新見の街に入ってきました。乗り換えでも思い出深い新見駅を発車しました。駅前の食堂のあの方元気かな。駅前はもう真っ暗です。ご乗車ありがとうございます。この列車は寝台特急サンライズ出雲号東京行きです。都会の街に入って倉敷到着です。岡山、次の岡山ではサンライズ瀬戸との連結があるんですけれども、いつもの方が遅く入るので、まあでもちょっとダメ元で連結ギリギリのところを見行ってみようと思っております。いや急激に都会だな。ダメ元で連結作業を見るべく先頭にほど近いラウンジで待機。たくさんの車両が休んでいる夜の車両基地を抜けて、岡山駅に到着です。ですがすぐに扉は開きません。大人気のサンライズ、私の他にも連結作業を狙って待機している方もいましたが、出雲号東京行きにすぐの発車となります。ご乗車のお客様は車内にお降りください。岡山駅発車しましたね。いや、一応前方で待ってたんですけど、前もそうだったけど上りのサンライズ出雲の方が瀬戸より遅く来るので、連結作業っていうのは見られないんですね。なんでもう逆にこの上下に動く様というものを楽しめたんですけれども、それでもね一番印象的だったのは、多分鉄道ファンということではなくて、このサンライズの乗った記念に連結撮りたいっていう方がいたのが興味深かったです。お、また鳴りましたよ。寝台特急サンライズ瀬戸号およびサンライズ出雲号をご利用くださいましてありがとうございます。ちゃんと自分の健康を考えて買ったんですけど、もう残りが 5% 以下のお茶系しかないのに物足りん。大好きな富士ハファブリックとか羊文学さんとかきのこ帝国さんとかのちょっとこう寝台列車に合う音楽を薄く聞きながら幸せに飲んでおります。今度は変わって山陽本線を走り抜けていきます。新幹線かな。おはようございます。本日の夜が明けてないですけれども、最初の乗降ができる駅かな、静岡駅に到着しました。すっかりほろ酔いで気持ちよく寝落ちしちゃいましたが、朝はバッチリ目が覚めました。はぁ、あ、多分はぁ、あ、朝だけど4時台でもホームには人がいますね。お布団にくるまれながら朝の街、まだ夜明け前の街を眺めています。こんな贅沢できるのは寝台列車ならではですよね。だんだんと空が明るくなり始めました。遠くにはうっすらと富士山が見えます。都会の街並みに入り富士駅を1分遅れで出発です。このエリアは工場地帯でもあります。並ぶコンテナ、そして煙をもくもくと上げる煙突、さらに富士山か、富士山が見えてるぞ。早朝の工場風景かっこいい。だんだんとスタンライズしてきてますよ。学南電車との接続駅吉原駅も通過。夜行列車ならではの暁の空を見上げながら息をいただいた富士山の姿がうっすら見えています。夜明けじゃー。
めっちゃ綺麗。空はどんどんピンク色に染まり、 JR 東日本の車両が見えてきました。宇都宮行き、はあ、沼津駅に着くようです。朝日へ、朝日へ、朝に向かって走っていきます。富士山静岡山梨といったら富士山ですか。朝日に染まる空が綺麗。まだ眠っているような街並みを見下ろしつつ、すっかり夜も明けてきて熱海駅に到着します。皆様おはようございます。本日は3月24日日曜日、ただいまの時刻は6時のはずですが、お向かいさんは来なかったですね。まさに地面すれすれの横浜駅に到着です。横浜駅に着きました。なんか通勤の方にちょっとちらっと見られて少し恥ずかしかった。ホームこんな間近で見ることもなかなかないぐらい近くに見ています。この断面なかなかこんな間近で見ないよ。すっかり通勤・通学の方でにぎわうホームを寝台列車が抜けていきます。南武線を追い抜いて多摩川を渡り、京浜東北線の下回りを見ながらずらりと並ぶ車両、大井町近くの東京総合車両センターを過ぎ、多くの人、そして車両でにぎわう品川駅を過ぎ、乗車ありがとうございました。まもなく東京です。ご利用いただきありがとうございました。まもなく終点東京、終点東京です。出雲市駅を出てから約12時間、大都会東京駅に到着です。さすが大人気のサンライズ、早朝にもかかわらず多くの方が到着を待っていました。というわけで東京駅に着きました。ぐるんとね、出雲市から夜を越えてきたんですけど、やっぱ寝台列車は良き。列車の走行音も BGM に寝ることも、ふと見上げた時の月の美しさも、かけていく見知らぬ街の夜のね眺めも、もう全てが最高。しかもやっぱり満室満席ということで、お見送りする人もね年々増えてるんじゃないかなという感じがします。サンライズやっぱり大人気なんですけど、だんだんとね車歴も長くなってきましたので、今後どうなるのかなっていうのが、まあ注目でもあるし心配でもあるんですが、とにかくこうしてまだ寝台列車が定期的に残ってくれて乗れたことが本当に嬉しいです。ここまでのご視聴もありがとうございました。またのご視聴お待ちいたしております。
ぜひぜひ登録と高評価してくださったらとっても嬉しいです。最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。